でも君は400年前にすでに死んでいるはず。だから心の森に。心の森？本当にバカね。 IPD に心の森がいるとでも思ってるの？それじゃあ私はインフェルピラからクローシェの心に介入していただけよ。確かに肉体は死んだわ。でもレイバテイルは肉体を捨てる勇気があればバイナリアで生き続けることができるね、黒いお姉さん。あなた、さっき私のこと調べたわね。もちろん、敵の情報は少しでも知っておかないと。私は感じたの。あの400年前の悲劇、人々の裏切り、そしてネネシャの死をもってこの世界はもうどん底まで落ちた。新しい秩序をもって再構築されるべき世界だと。ねえ、あなたはこの世界をどう思う？世界の 99.3% が雲に覆われ、わずかな陸地にへばりつくように暮らす生活。アルシエルの意志は怒りをあらわにし、人々は存在自体を否定されている。その時代にはその時代に合った文化、生き方が求められるわ。大地に根ざし、地を這うように空間をさまよう生き方はもう成り立たない時代になった。今この世界は物質起源の魂から次元を超え、精神体の世界へと移行するの。三次元としての束縛から解放され、人々は次の段階へ進む時期を迎えているのよ。何を勝手なことを。誰がそれを望んでいると言ったの？私は今まさに見てきたの。世界中のたくさんの人たちがメタファリカを望んでいるのを。私は必ずみんなの元へ帰り、メタファリカを紡ぎ出すわ。
無理よ。今の人々ではメタファリカを紡げない。メタファリカにはたくさんの人の純粋な思いが必要なの。今の腐りきった人々の思いではまたエリクが関の山。この世界にはもはやメタファリカは存在しないのよ。そんなことない。いいこと？表面上はいい顔していても、口ではメタファリカを求めていても、本心ではこの地上で生きていくことなんてもう誰も望んでいないの。人は人とぶつかり、そして傷つき苦しみ、それでもぶつかり続けて生きていく。誰もが苦しんでいる。誰もがもうこの世界に希望を求めていない。何のために生きているのか、自分たちの生きる意味すらも見出せない。人はもう他人と関わることが嫌なの。潜在意識では一人で生きていけたらどんなに幸せかと思っている。私はそれを実現する手段を持っているわ。ねえ来て。私の秘密教えてあげるから。私はもう一人じゃないの。フレリアを経由してアルトネリコのコスモスフィアに侵入し、ついに見つけたから。見つけた？私の大切なパートナーを。ゲンゴロウ。ネヌシャよ。ホムラの巫女にして私の最高のパートナー、そしてこの世界の新しい神。あなたがフレリアをハッキングしたのね。ハッキング？そんな卑しい行動ではないわ。神の交代よ。ねえフレリア、今や私たちはあなた、あなたが作ったこの森の樹木だってこうやって竜のように動かせる。私たちはこの世界の救世主。インフェルピラとアルトネリコをつなげることができる私たちはこの世界の神。今から数分でこの世界全体を幸せの理想郷に変えることだってできる。まさかこの世界全部をアセンションするというのか？アセンション？そうね、半分正解。でも全世界レベルでの魂の意向を表現するにはアセンションでは物足りない。そう、最も適した言葉、それはサブリメーション。世界昇華、肉体からの魂の下脱。人は誰もが独立して一人で生きていけるようになるわ。もう誰とも傷つけ合わない。もう誰との悲しい出来事もない。もう誰をも失うことがない。もう心が傷つく要因なんて一つもない。なぜならこれから人は一人で生きていけるから。他人と関わらなくてもよくなるから。本当の幸せは夢の中にある。誰もが自由に夢を見て暮らせる世界はもうすぐに到来するの。違う。確かにメタファルスの人々は絶望していた。誰も希望を見ていなかった。でも今は違うんだ。誰もがみんな協力して一つの願い、メタファリカを求めている。確かに人は他人とぶつかり、傷つき、異変し、そして閉じこもる。でもそこから立ち上がり、共に分かち合えた時、最高の喜びと幸せを得るんだ。
困難があると傷つく。だけどそこで人は助け合い互いに成長する。その傷は宝石になり、共に分かち合った仲間と一生の宝になるんだ。インフィルとネネシャだって二人でいろんな思い出作っただろ。その喜びは何者にも変えがたいもののはずだ。いや、言わないで。二人で一緒にいて得たものもたくさんあったはずだ。それ以上に別れて失ったものの方が大きかったわ。もう何も失いたくない。もう傷つくのは嫌なの。傷つくくらいなら思い出も宝物も成長もいらない。もういいの。悲しみもない傷つかない世界を私が作るんだから、あなたたちに選択権はないわ。だって私たちはこの世界の新しい神なのだから。何？月が消えていく。月だけじゃないわ、星、空が。これは一体、空が消えている。この世界は三次元から脱しようとしています。まさか、それは。はい。それが真っ黒だ。終わりじゃ、この世の終わりじゃ。巫女様、クローシャ様、しっかり。この世界、大丈夫かね。バカ野郎、当たり前じゃねえか。消化されて残るのよ。そういうのを人は知って言うんだよ。やめないなら阻止するまでだ。どうやって阻止するの？ねえ、せっかくだからゲームしない？かけるのはそれぞれの望む未来。もし私たちを止めることができたら、サブリメーションをやめる。でも、もし止められなかったら、そのままこの世界は次元上昇させてもらう。そして、この星全体の魂は消化され、サブリメーションは完了するの。さっき、あなたたちは言ったわよね。今さ、もしそれが本当なら、私たちを止めるなんてたやすいこと。はっきり言って無理だけど。だって心の底からそんなこと思ってないもの。どうする？やる？やらない？やらないと言っても結果は変わらないんだ。いえ、変わるわ。約束事がないから、もし私たちが負けてもあらゆる手段であなたたちに妨害し続ける。わかった。そのゲーム受けようじゃないか。交渉成立ね。それじゃ遠慮なく。やらせてもらいます。こ、
これは。なんて醜い命。フレリア、あなたの愛が作り出した木々が今役に立ってるわ。この木々が愛によって紡ぎ出されたものなら、この龍樹の決断もまた愛によるもの。この世界は物理体から下脱することが正当な進化なのよ。そんな、でもこんな大きな竜どうしたら。レプレキュー、下にいる IPD たちに呼びかけるのよ。みんなお願い、私とつながって。歌わなくちゃ。ザーレバラマーマエアワーバクゼスティティアザーレベハカトトナファオモンウェシャンラフェン。守ってみせる、俺の力で。シンクロするわ。この方向を受けて出てなくなれ。決めさせてもらおう。守ってみせる。この瞬間、最高だ。さっさとして私を満たして。私を満たして。もしく終わらせてくれよ。燃えてなくなれ。進展する。全力でいく。目させてもらおう。終わらせる。目障りだ、消えてくれ。おお、人へ。いつも通りお願い、私を満たして。そのままさせる。任せるし、やってみせる。この方向を受け取る。やってみせる。一つ燃えてなくなれ。おお、止め。決めさせてもらおう。さっさとしても当てる。そのままで。任せて、やってみせる。外さないぜ。邪魔をするな。私のことは心配しない。補足した。いつも通りお願いね。もっと私、そのままで。やってみせる。こいつで頼む。これを外さない。捕捉した。滅せよ。合わせはしない。いつも通りお願い。
もっともっと、もっと私を見たく。任せる。やってみせる。表明する。響け奏で天の歌たちを。シンクロニティチェイン。の方向を受け取れ。
こう受け取れ。補足どこまでもかな。この施設は最高よ。さっさとして。私を満たして。終わらせてくれよ。この方向を受け取れ。割れてる。これで決める。さて、始めようか、カリア。すぐに。これで、さよなら。この瞬間、最高ね。いつも通り、お願いだ。やるのファンタスティック。それはその程度なの。おとなしく終わらせてくれよ。この歌でおやすみなさい。静かにしてろ。全力で行く。邪魔だろ。邪魔をするな。この歌で回るよ。落ちろ。いつも通りお願い。もっともっと私を満たして。やるの。私を満たして。任せる。やってみせる。共鳴する。響き離れ。天の雷をシンクロニティチェイン。邪魔をするな。ドラム。ドラム。外さないぜ。止まった。倒れろ。聞いてくれ。俺、この世界はまだ可能性があると思ってる。俺もクローシェ様たちと見てきた。人々が団結していく様を、そしてメタファリカを望む気持ちを。だから頼む、少しだけ待ってほしい。人々とメタファリカを紡いでみるまで待ってほしい。それでもしダメなら、あとは君たちにこの世界を任せる。あなたたち本当に信じてるのね。かわいそうに。いいわ、やってみれば。でもすぐによ。今すぐにメタファリカを紡いでみせてくれたら考えてあげる。あなた何を言ってるの。え、ねんねしょ。私たちはメタファルスの神の巫女。私たちには大いなる使命がある。私たちはまだ負けてはいない。この魂が消えない限り
生き続けるの。ネネシャ、そんなに固くなりならなくったって。インフェル、あなたと私は一つなの。あなたは私、私はあなた。私たちには大いなる使命がある。大いなる使命がある。インフェル、私たちはこの魂が消えない限り生き続ける。まずいわね。大地の心臓の影響力にはまってしまったみたい。そうか、あの大陸創生の時には。そうよ、自らの信念が全てになってしまう。あの龍樹を倒すなんて信じられない強さだけど。でも私たちは絶対負けない。なぜならば私たちには人々を幸せにする使命があるから。面倒なのはいいわ。邪魔をするなら容赦しないよ。静かにしてろ。静かにしてろ。静かにしてろ。さっさとして。そろそろね。もう私やる気ないわ。どうして、なぜ邪魔するの。やる気ないわ。おとなしく終わらせてくれよ。どうで、なくなれ。シンクロするわ。足りない。全力でいく。目障りだ。終わらせる。このシンクロ最高ね。さっさとして。これならどうかしら。私を満たして。遊びましょう。楽しみましょう。まだまだこれから。根性なし。これが一切待って。おとなしく終わらせてくれよ。僕が力を助けるわ。僕が力を持ってみせる。出させてもらおう。一目シンクロするわ。一気にもっとカードに。一目出させてもらおう。この瞬間最高ね。いつも通りお願い。そろそろ、もう慣れない。もうそのままで。どうして、なぜ邪魔するの。おとなしく終わらせてくれよ。この方向を受け取れ。終わらせる。どこまでも。この瞬間最高ね。さっさとして。これにどうかしら。ファンタスティック。遊びましょう。楽しみましょう。まだまだこれから。根性なし。これが抜きです。続けて。おとなしく終わらせてくれよ。決める。限界まで貫け。これを。
私のことは知りません。この方向を受け取れ。いつも通りお願い。これが水さ、さすがこれならどうかしら。続けしないわ。これが水さ、気をつけて選ぶ。もしく終わらせてくれよ。外さないぜ。最後まで邪魔をするな。さて、始めようか。カリン、これでさよなら。補足して、どこまでもかな。いつも通りお願い。これならどうかしら。選ぶ。遊びましょう。楽しみましょう。まだまだこれから。ダメなんだ。そろそろ。もう私を満たして。任せて。やってみせる。共鳴する。響き奏で天の雷を。シンクロニティチェイン。外さないで。撃てなくなれ。もっとハードに。邪魔をするな。シンクロニティチェイン。揺れが収まった。助かったの？私たち。あ、見てあれ。これは。終わったか。やりやがったな。悲しい思いをしながらも生きていかなくちゃいけないの？私にはわからない。ねえ教えてよ。あなたたちがメタファリカで作る世界は悲しい目に遭わないような世界になるの？本当に全てが幸せな理想郷が出来上がるの？そんなものは作れない。それじゃなぜそれが理想郷と言えるの？なぜそんな世界を欲するの？そんなにこの世界にこだわるの？それは、それは
生きてることを実感できるから。好きな人もいれば嫌いな人もいる。楽しいことがあれば争い事もある。恋もすれば裏切られもする。でもだからこそ生きてるって実感できる。だからこそ生きてることが楽しいんだ。自分が生きている意味って自分一人じゃ見出せない。そういった人たちが周りに何人も何百人何千人もいて、その人たちとの関わりの中で自分は生きてることを実感できるんだ。だからどんなに終末的な世界だとしても、どんなにアルシエルの意志に嫌われようとも、俺は生きる。この世界と共に。もう行って。ラッキーは私が元に戻しておくから。メタバリカ紡ぐんでしょ。早く行きなさいよ。どんな大陸ができるのか、ここから高みの見物をさせてもらうわ。インフェル、見ててくれ。もしメタファリカが成功したら、君を迎えに来る。その…早く行きなさいよ。行ってくるよ。早く行っちゃいなさいよ。ありがとう。よく戻ってきたな。奇跡です。これは大変な奇跡。お帰りなさい。ルーク、よかったよ、無事に戻ってきて。クロネ、大丈夫でしたか？サーシャ、ついこの間死にました。ルーク、お帰り。本当にお帰り。おばちゃんもハラハラしてたよ。ピンピンして帰ってきたわね。なんかつまらないわ。クローシェ様、やっぱりクローシェ様は最強だな。先輩、好きです。ただいま。みんなありがとう。信じていてくれて本当にありがとたくさんの人たちが泣いた。たくさんの犠牲が出た。悲しいことや辛いこともたくさんあった。いつも逃げたかった。それでも私たちは前に進んだ。それでも私たちは生きてきた。周りが闇に囲まれようともがむしゃらに生きた。誰もがそうやって今ここにいるはずです。だからこそ私は声を大にして言いたい。今この世界に生きる人たちは皆同じ辛さ、同じ悲しみ、そして同じ喜びを知っている。だから辛い時は一人で悲しまなくてもいい。だからあなたの喜びは誰とでも分かち合える。だってこの苦しい世界を生き抜いてここまで来た人たちなのだから。
誰もが助け合い支え合ってここにいるのだから、これからもそうやって生きていけばいい。私が皆さんに申し上げたいことはこれだけ。信じてくれて、そして待っていてくれて。私たちはこれから各町を回って皆さんと分かち合い、メタファリカに臨みます。700年間の私たちの思い、メタファルスの民の理想郷、それは誰が作るものでもなくて、みんなが一人一人が作り出すものだから、あの時クローシュ様が言った言葉、私の言葉でもう一度お伝えしたいです。みんなでメタファリカを歌いたいです。みんなで同じ思いを抱きながらメタファリカを一緒に歌いたいです。